カップ焼きそば UFO 作ってたんですけども、ふやけてしまったんですよね。すっかり作ってるの忘れてね、インターネットのツイッターとかね見始めるともう忘れちゃって、気づいた時にはもうふにゃふにゃの麺になってるの。これね、今年2回目ですよ。もう屈辱的ですね。でこれ食べるとすっげえまずいんですよ。どうにかならんものかなということで、これ炒めてみることにしました。ほい、 UFO を炒めております。これでなんとか普通の焼きそばっぽくなってくれたらいいんだけどね。はい、できました。じゃあいただきます。あけけけけあけまずいダメダメ。今回の作戦大失敗でした。やっぱりふやけたそばはダメです。